こんにちは、白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのはこちら、ジルジャンオリエンタルチャイナトラッシュの、16インチですね、重さは、860g になります。では音の方聞いてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。オリエンタルチャイナトラッシュの16インチ、もう久々の 800g 台ですね。かなり薄いということで、ポンと触るとシュクシャーンとちゃんと言ってくれるということで、手数多い方でもすごい楽かなと思います。もうスピードもね、立ち上がりも速いですし、もう右手に置いても左手に置いても使いやすい、エフェクトシンバルじゃないかなと思いました。外国のドラマーの方って割とチャイナ小さいイメージがあるんですけど、日本のドラムの方は割と大きなイメージあるんですけれども、なんでしょうね、不思議なんですけれども、割と洋楽聴いてると確かにこういうカシャクシャクシャクシャンみたいな四つは聞きますよね。なので立ち上がりも良くて、で音量感がすごい取りやすいのかもしれませんね。例えばさっきのこの位置に置いてもマイクとかの、音量感が出しやすいのかもしれません。逆に20インチとか大きいのつける方はちょっと低めにセットする方とか、ちょっとこのオーバートップよりもちょっと離したところに、置く方が多いので、もしこういうちょっとマイクに近いところとか考えたら、もしかしたらいいのかもしれませんね。またこの辺りというのはですね、特にマイクのバランスとかでライブの時とか、いろいろ変わってきますので、いろいろ試してみてください。ということで、シンバルですね、2枚同じシンバルを作ることができませんので、もしこのシンバルの時に行ったらよろしくお願いします。それでは白井ミュージックの白井としみつでした。